ぜひよかったらあの SNS のフォローから皆さん初めての人も、してみてくださいね。あのオリジナル曲をここから歌っていきますんで、よかったらぜひ一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。始まりに意味なんてなかった、ただ心のままにたどり着いたこの道で、ねえ誰も知らないこの平地に巻いたことも忘れていた種は、遠いすがる美しい景色はいつも変わらないのに、いつか失う大切なものを守るためと言って閉ざしてしまうの。一人で描いていた守ろうとしたものは、悲しいほどちっぽけな自分を見失っていた。君が光をくれた。君を追って初めて君が生まれて、忘れてた感情を蘇って始まりの場所から、もう一度歩き始めるから、だからずっと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 、シンフォニーのオリジナル曲歌っていきます。今歌った曲とかはあの Apple Music、LINE Music の各サブスクサイトで聴けます。 Meaning of Us という曲です。ぜひよかったらお家帰ってでもいいんで調べてみてください。ここからねあと数曲オリジナル歌いますので、ぜひ今いる人たち最後まで
よかったら聞いていてください。最後まで追ってくれたら僕らと写真も撮れますんで、最後までいてください。よろしくお願いします。熱いね。お父さん、めちゃくちゃ熱い曲です。レッツゴービギニングオブサマーという曲です。一緒に遊んでいく曲になっております。僕らも真似していってください。レッツゴービギニングオブサマー、揺れていきましょう。ビギニングオブサマー、3、2、1、レッツゴー。春ってあったっけ、そう思うほどフラミンサーまで毎年繰り返しても、毎度新しい星なの。ほろり快な思い出して、それにいい夏の思い出。 Let's go! 溢れ、耐えちゃいけない、自己満足過剰不滅、青い空とラップな君の際どいさすが。僕が迎えに行こうか、夏楽しみがあると眠れなくなる。ほんで見つける太陽が待ってない。いいよ、いらないから君のこともっと知りたいから。ビギニング・オブ・サマー、走る砂浜、夏の神様、スカイツリー・バニー・サマー。今年の春であったけ、そのままバニー様で毎年繰り返しても、また今年も新しい気持ちだろう。今年の夏を思い出して、そろそろいい夏の思い出して、バニー様、きっとバニー様。Let's go! Be on summer set! Yeah, 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 yeah! Oh, so sweet, oh, da! Can't shut the door, da, da, da! Be on summer set! Yeah, 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 yeah! Sweet, 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 that's your life! Be on summer set! Yeah, 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 yeah! Oh, so sweet, oh, da, da, da! Oh, so sweet, oh, da, da, da! Be on summer set! Yeah, 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 yeah!遊んでいきましょう。ありがとう、ビギニングオブサマーでした。はい、ありがとうございます。嬉しいよ。めっちゃ滑っとったの、滑ってたな。いや、でもね、もう滑りすぎて、滑りすぎて笑っとったもん。なんかでもね、これやっぱ、うん、俺でもこれってね、大事なことが一つ、面白いよりも大事なことがあって、はい、これダメだって思った時に生き切ることが大事なんですよ。だけこれで、あ、みんな笑ってないわっつっておじけづくやつっていうのもそこまでのやつで、もうでも結構もうおじけづいてたと思うんですけど、もう回してないから笑ってないからみたいな感じで、なんかもう尻すぼみになっていってたよ。まあ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 、交互期待ということで、まだまだまだ進化途中、誰も楽しみにしてない。え、だってもうさ、俺もあそこ5入ってくるから、なんか俺自分が歌うとこもう歌詞とか忘れてるもん。何にも知らん。確かに何にも知らんもん俺、はい、いつももう何も言ってないもんね。俺自分よりは昨日ってか、どうぞ置いてたもん。どうぞ自分
まだ入ったら配当を揃えて譲ってるもんね、完全に。素晴らしい。あそこ歌詞何でしたっけ？知らん。なんかあるんですよ。早く行きましょうやから、もう。あ、そっか。何も気にせんでいい、そんなこと。あれ、びっくりしたよね。あれさ、初めてビギニングオブサマーを、その、歌うってなって、新曲ってなって、歌詞が、歌詞カードってな。歌詞カードが来たんです。うん、その時に、あのとこだ、あそこだけ、言ったらさ、最初のとことかさ、今年の春手畑、みたいな書いてあるやん、バーって歌詞カードに。あそこだけ、ファイブ、フリーパートって書いてあるんだけど、自由なんですよ。そんなことだけ、あのファイブ、フリーパート。だけど、なんでもいいの、その尺使えば。みたいな。ね、すごいよね。うん、すごい、すごい。いやこんな感じで元気にやってる東京のグループらしい鬼と申します。あ、何遍も言ってるんですけど、このあのツアーね、1年ぶりに開催しております。ツアーね。8月24日に東京ファイナルございます。今日チケット持ってきておりますので、ちょっと遊びに来たいなって方、ぜひ後悔させないんで遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。一応ね、活動としては4連発。そうですね。昨日、今日、明日、朝、昨日、今日、明日、え？3連発？昨日、今日、明日、明後日、そうそうそう。明後日何かありましたか？明後日は健太君悪いの。明後日？ソロ路上で。明後日は明後日や。だって、めっちゃ。そうだ。明後日、そうだ。そんなこと考えず歌ってた、普通に。そうだよね。あ、まあ、いける。いける、いける。俺も応援する。え？応援するよ、めちゃくちゃ。むしろ多分、4日目でバリこいでると思う。逆にね。寝かせば寝かすほどみたいなと。カレーです、カレーと一緒。うん、そうですよ。でも、カレーと一緒ですよ。ね、まあ。ちょっとね、ね、まあ、僕ら結構さ、4月の予定も結構半端ないスケジュール、まあ、8月も結構なスケジュールなんですけど、まあ、すごいね、がむしゃらにやることもすごく大事やし、まあ、がむしゃらにやりたいんですけど、がむしゃらにやったら、ついてくるようなメンバーが出てきてしまうんで、まあ、誰のことやねん。知らんけど、俺も聞きたいよ、それ、誰か。分からへんよな。誰かも言わんし、分からんけど、うん、ついてくるようなメンバーもいるんですよ。やっぱね、まあ、みんな足並み揃えるという意味で、やっぱりね、こう無茶しすぎてもね、こうやっぱこう僕らのその音楽人生も、そもそも人生もすごい長いから、まあ、その中でね、ちゃんとしたものを届けるもの、時には無理する時はあるんですけど、でもね、やっぱりこうスタンダードのその基準として、やっぱりね、こう無理はそのしすぎないというところ、無理はするんですけど、無理しすぎないというところで、まあ、ちょっと今日も早めに、まあ、ちょっと20分ぐらい切り上げて終わっとこうかなというふうに思うんですけども、まあ、みんなもね、熱中症とか気をつけながら、今日ほんまお昼にしようと思ったけど、お昼とかもやってられへんし、もうな、しすぎるから、まあね、なので、まあ、ちょっと今日夜の選択でよかったなって。全然関係ない話ですか？お前関係ない話好きやない？あ、ええ、昼間やるってなってもこれ来てたの？これ昼間やるってなったら来てないよ。もしこれ来てたらこの下で日焼けそうかな。だから長袖着てる。俺こん中に長袖着てるよ。あ、そういうこと、うん、そうやね。お前そこも何でもいいや、ちゃんと考えてるでしょ。長袖着てるからさすがに服の上は花柄の日焼けしてるちょっとおしゃれやな。わかる？めっちゃおしゃれ。そうそうそう、タトゥーみたいな。ほんま関係ないの？マジ関係ない話、ごめん。それ…まあ、今日もね、昨日のマンスリー終わって、ね、そして何よりもツアーの真っ只中というところで、後ろにね、このツアーの日程を書いたやつ、ポスター貼ってます。今ね、こっちに掲げている、8月24日、渋谷ギルティで、8月24日、ツアーファイナルのワンマンライブ、チケット20枚ぐらいなんですけど、あとテールチケットもございますし、なんとかね、この僕らのツアーの気持ちを最後、ここに集めるんですよ。8月24日にここに、渋谷ギルティに集めるんで、この思いをどうかね、あなたに受け止めに来てほしいなって、そんな風に、思ってます。乾杯で、ここをね、なんとか迎えたいなって思ってますので、ぜひね、この僕たちと、その直接会ってもらえるこの環境の中で、ぜひチケット1枚、ね、手に取ってもらえたらな、という風に思ってますんで、よろしくお願いします。謎の雨もありましたけど、ね、なんとか耐えました。ありがとう。はい。やっぱファイブがちょっと最近おとなしくしてるんで。はい。めちゃくちゃ偉いよ、今日は。天罰は通してないみたいからね。はい。昨日ね、一個だけ言っときます。楽屋に、ね、終わった後楽屋に帰って、みんなで、ね、こう、物販、みんなで物販するのに、その窓物販するとき俺はね、こう、ちょっと顔直したりとか鏡の前でするんやな。で、それで、ヒカルが入ってきて、まあ、みんなまだ、皆さんまだちょっと、チェキ買いたくて買ってるんで、ちょっとまだ皆さん出てくるのに時間持って、また呼びに行きますって、俺、控え室におったん、楽屋にな。で、あ、せ、ヒカル、店予約したから、
かな、この後行く飯の予約を今からしとかなあかんから予約したって聞いて、あで、じゃあ予約しますってなって、ほんなら、あ人数数えるわってこれ言い出した。で、4人や、4人やなって言うてて、でほんまは5人や、4人って言い出して、でちょっと待ってな、数えるわっつって、あのそのパーツの楽屋って、片目が全部鏡やねん。で俺とヒカルとファイブと村田おって、こいつ鏡におる向こうの自分が映ってる人数のうちに数え出して1人3人5人5人6人とか言って、お前鏡やでっつって、頭めちゃくちゃ困るな、ビビったね自分でも、自分でもびっくりしたよ、ほんまあの時は鏡の中数えてるのびっくりしたね、びっくりしたね、うん、鏡映った、ね、鏡映った普通に鏡映ってるだけやのに、そんな鏡の向こうに普通にちゃんとスペースあると思って数えてた人数、鏡に弱いね、デュオでもそうやん、何かその渋谷デュオで2階にすごい姿みたいな、こう柱が、あれみんな後ろにやな、柱がこの前面にこうなんか鏡になったとこあって、俺トイレどこやったっけって言われて、あのさ、向こうの鏡の奥のとこやって言われて、その鏡が ここにこうあったら鏡の奥のやここのやトイレは、こいつここにある鏡の方に入ってったここにこうやって鏡の方に自分がパンと入ってるハリーポッターみたいなことだよ、マジやばい、4分の3本線みたいなの出てる無理やろ絶対、ちょっと引くよな、鏡に弱いかも分からん、鏡に弱いね、弱い弱い、ようやられてるよ、鏡に、うん、強いな、ちゃんとしてたもん、いいんじゃないですか、いいバランス、ちゃんとしてこう、ちゃんとこうやって笑いにしてくれるメンバーがおることがやっぱ素敵なことですよ、うん、でもそれはめっちゃキモかったもん、だって鏡の向こうの人数風出して、ほんまにこいつ終わりやと思って、あれ何やけ、1,2,3,4,5,6 人やで、4人ですよ、6人やろ、赤髪やってそうそう、あれキモ、そんなの、でも天才やと思うよ、しかも結構人生その2回もやってるしな、うん、すぐ風邪ひくし、うん、まあいろいろあるんですよ、こう頭ね、はい、弱い、頭弱いし、めちゃくちゃ弱い、頭も体も弱いな、弱い、偏差値32ぐらいしかないと思う、32もないやろ、多分32はあるやろ、さすがに32は高校卒業してるから、32ないよ、32ないかな、ないな、でもなくてもいいやん、今があるっちゃうけど気にするし、今でも気にするの、マジでいつも肯定してくれる、こいつだけ気にするんでくれ、ほんとに過去やろ、それどうせ、え過去やろ、話しろ、その偏差32になる、うん、そこ見てどうすんの、すいません、もっと前でしょ、もうええ、何の話してるの、もういいな、早く、最後もうええ、終わりましょう、はい、ちょっと明日もね、僕ら朝早いんですよ、そうだ、早いし、ぜひね、明日は完売しようか、完売しようか、配信もありますので、配信見てもらえたらなと思いますし、はい、月に帰ると、僕のストリートと村田のストリート、はい、月になりますので、ぜひ来てください、よろしくお願いします、ちょっとみんな夏暑いから、本当にもう今日みたいな日もちゃんとね、クーラー浴びましょう、はい、そして水飲みましょう、はい、熱中症ほんまになるからね、はい、よろしくお願いします、はい、行きましょうか、よいしょ、うん、本当にね、今日もこの蒸し暑い中来てくれてありがとうございます。最後思い残すことないようにぶち上がっておりましょう。ラストスーパーラリチェーン、ありがとうございました、腰から触れた君のことラストで最高に楽しんでいきましょう、届けたい思いストレリチェーン、伝えてくれる固くなれ揺るぎないもの少し埋めて、今回なんて言わないよ、ただ隣にいさせて、よし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 、みんなで楽しんでいくよ、足止めてくれるまで、思うだろうけど、ちょうど時に
ちょっと待って、なんかちっちゃいな。うん。なあ、ちっちゃいし、あの、ケント君の声が3回ぐらい聞こえる。そうやんな。どれくどれくだから2回3回ぐらい聞こえる。そうやんな、僕ってたな、ごめん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 やと思う。熱中症じゃない。こっちでいけ。チャリに意味を与えるよ。自分が救われたいんだろう。誰かの役に立てるとか自己満の領域で、どんくらい未来が困っても手を取ってる今日は少ない。さあやってまいりました、ピースの時間でございます。心で最後までお願い。ラララララララ